ドクター・ドレイコとアンドレ・ロメリアングはアメリカ合衆国の音楽プロデューサー、ラッパー、実業家、俳優。ヒップホップミュージックの分野で最も影響力があり、与え続けているウェストコーストの g ファンクの起源としてヒップホップに革命をもたらしたと言われている。これまでにグラミー賞を6回受賞し、エミネムや50セント、ケンドリック・ラマーなど多くのラッパーをスターダムに、 押し上げた名プロデューサーとしても知られる。実業家としても知られ、近年はヘッドホンブランド、ビーツバイドクタードレイを設立し、2014年にはアップルに現金と株式の合計30億ドルでビーツを売却、世界で最も高収入のミュージシャンとなった。1980年代前半、ワールドクラス列禁クルーの一員として、プロデューサーとしてのキャリアを開始した。 1986年にドレとワールドクラス劣禁クルーのメンバーである DJ イエラは1990年代にギャングスタラップと呼ばれるスタイルを確立したラップグループ NWA に初期メンバーとして参加した。NWA は人気の頂点にあったが NWA とそのレーベルであるルースレスレコードの創設メンバーである EGE との不和により 1991年に脱退、シュグナイトと共にデスローレコードを設立した。1992年春に初のソロシングル、ディープカバーを発表した。このシングルは MC のスヌープ・ドギー・ドッグとの共演の始まりとなった。スヌープは同年発表のドレイのソロデビューアルバム、クロニックでも代々的にフィーチャーされた。同アルバムは、ナッシン・バットは、ジー・サング、 ファックウィズドレイで、レッドミーライドなどのヒットシングルを生み出し、マルチプラチナアルバムとなり、歴史上最も売れた、ヒップホップアルバムの一つとなった。グラミー賞において2部門にノミネートされ、ベストラップソロパフォーマンス賞を獲得した。続く1993年、ドレイは、スヌープドックのデビューアルバム、ドギースタイルをプロデュースした。同アルバムは、 初のビルボードチャート1位デビューという大ヒットを記録した。1996年、ニッパック、ロジャートラ・アウトマン共演のカリフォルニアラブをプロデュースし、自らも客演することで大ヒットさせた。この大ヒットにより、デスロー、そして奴隷自身の音楽業界での立場が格好たるものとなった。しかし、同年の終わり、ニッパックが死亡し、シュグナイトが 脅迫罪に問われて逮捕されたことにより、デスローの存在が危うくなった。これを受けてドレイは同レベルを脱退、自らの手でアフターマスエンターテインメントを立ち上げた。それと同時に発表されたアルバムドクタードレイプレゼンツ、ジアフターマスは、アフターマスと契約した新人の曲を含むコンピレーションで、ドレイ自身のヒットシングル、ビーンゼア、ダンザットも収録されている。 同曲は、ドレイがギャングスタラップへの決別を表現していることが特徴的な曲であった。アルバムはプラチナムとなったが、ドレイとしては商業的にも質的にも失敗作であった。1997年、夏、フォクシー・ブラウン、ag ネイチャー・アーラが参加したアルバムザ・ファームに収録された数曲をプロデュースした。このアルバムも プラチナムとなったが、同様に批判的な票を受けた。アフターマスの転機は、ドレが、デトロイトのラッパー、エミネムと契約した1998年に、訪れた。翌1999年、エミネムのメジャーデビューアルバム、ザ・スリム・シェイ d lp 続く2000年に、ザ・マーシャル・マザーズ・ lp をプロデュースし、大ヒットさせた。2002年発表のザ・エミネム賞では、 エミネム自身のプロデュースが増えているが、2004年発表のアンコール、2009年発表のリラプスでは、再びドレーのプロデュース曲が増えている。1999年、ドレーの2作目のアルバム、2001を発表、デビン・ザ・デュードやヒットマン、スヌープ・ドッグ、エミネムなどが数多く参加している。2000年、ザ・マーシャル・マザーズ・ LP と2001における業績で、 グラミー賞のプロデューサーオブザイヤーを獲得した。これらのアルバムは深く豊かなベースラインに高音のピアノと弦楽器のメロディを重ねるというその後の楽曲の方向性を示唆した。このスタイルはド隷のプロデュースのイブのレッド・ミー・ブローやマインド・バスタ・ライムズのブレイク・ヤー・ネック、メアリー・ジェイ・ブライジのファミリー・アフェアなどの各曲に生かされている。 セット IT オフ、ザ・ウォッシュ、トレーニングデーなどの映画にも出演。彼自身は後に役者になるつもりはなかったと語っている。ノクターナルをフィーチャーしたバッド・インテンションズはザ・ウォッシュのサウンドトラックに収録されている。同サウンドトラックでは他にオン・ザ・ブール・バール、ザ・ウォッシュという曲でスヌープ・ドッグと共演している。2003年50セントのメジャーデビューアルバム ゲットリッチをアダイトラインをプロデュースし、ヒットさせた。同アルバムからは、インダクラブが大ヒットし、第46回グラミー賞において5部門にノミネートされた。2005年、ゲームのメジャーデビューアルバム、ザ・ドキュメンタリーをプロデュースし、ヒットさせた。2010年末、デトックスからの先行シングルとして、クッシュフィーチャリング、スヌープドッグエーコンを発表。 2012年には、エミネムとスカイラーグレイをフィーチャーしたシングル、I Need, A Doctor を発表。2012年、ケンドリック・ラマーのメジャーデビューアルバム、Good k i MADCT a をプロデュースし、ヒットさせた。2015年、16年振りとなる3作目のアルバム、コンプトンを発表。これにより、長年、噂されていた、デトックスは、正式に制作中止になった。 2008年、ジミー・アイボンと共同で、ビーツ・エレクトロニクスを設立。ヘッドフォン、ビーツ・ワイ・ドクター・ドレイ、低学生音楽ストリーミングサービス、ビーツ・ミュージック、高音質技術、ビーツ・オーディオブランドを手掛ける。2012年8月17日、エミネムの QVC ・マリンフィールド公演に、スペシャルゲストとして登場。ありがとうございます。